ですけど、平本選手はもうかなり勝ちに徹してやってたとは思うんですが、その上での初勝利っていうのはどう見ましたか？そうですね、まあ、解説陣の実況解説陣の言ってることが、多分見てる人たちもだし自分自身も思ったことですけど、まあ、MMA という、何でもあり、まあ、何でもありではないんですけど、まあ、言うならば総合格闘技っていう部分で言うと打撃戦に徹した戦いになってしまった両選手が、まあ、そういう意味では、グラウンドの展開とかグラウンドの展開を匂わせる中での打撃戦とか、あれだったらボクシンググローブつけたキックボクシングで戦った方がもう少しスッキリしたのかなっていう、まあ、これは結果論なんでね、なんともあれなんですけど、もう少しそういうこう総合格闘技の幅広さというか、バラエティに富んだ展開が見られたらよかったかなと思いますけど、まあ、平本選手があえてそういう戦いをしたのかもしれませんし、怪物くんがもう少し1ラウンドで展開、ね、グラウンドに行く展開をして、そういう局面が2ラウンド3ラウンドの中で、鈴木選手の方からそういうアクションがあってもよかったのかなと思いますけど、これはまあ本当に見てる側の勝手な思いではあるんですけどね。試合前というか、これ公開練習の時から打撃だけでいくとおっしゃっていたんですが、はい、あれはこうテイクダウンを取られない自信の表れだった。そうです、そうです、なるほど、はい、で結構もっと総合っぽい試合が見たいとか言ってる人とかいると思うんですけど、まあ、そういうやつは明日の昼間からアデサニアの試合を見ろって感じです、はい、ありがとうございます。今日の戦い方っていうのが、はい、MMA ファイター平本蓮の一つの勝ち筋の型になってきそう。一つの型として出来上がったのかなっていうか、結構コナー・マクレガーと、エリアルベスの試合が僕すごい好きで、間のコントロールがすごい好きなんで、結構すごい参考に今回はしました。はい、どうでしょう、この形でこれをさらに発展させていけば俺かなりいけるんじゃないかな。いや、はい、これからまたさらにいろんな引き出しを増やして打撃だけでいきます、はい、ありがとうございます